今からカヌーに行ってきます。今から乗るということになっておりますが、じゃあですね、ゆっくり掴みながらね、これ、そういうふうに引っかかって行ったままですね。これ本当言われた通り、言ったとようになるな。足かかってこけますやと、このままやな。これ楽しい。いやー、気持ちいいなこれ。じゃあもうこれで行きますんで、はい、ゆっくり行きましょう。はい、この時間帰ったら、釧路市内着くな。まあ40キロぐらいだからね。いやー、気持ちいいな。4キロで流れちゃって揺れくなっちゃうこれね。これ危ないですよね、本当にあんなとこ行けば、ひっくり返ってガサーって行くよな。そうちょっとでも水カヌーに入ったらガバンって行きますから。じりってるっていうんですか。じり。じりって何のこと言ってんだろうな。ええな、母さん。ここはええんだ。こういう感じで、あの皆さん方が漕いでる姿を、はい、動画でも。いいね、それなに、これ GoPro なの。そうです。いいね、GoPro。ちょっと高いけど。はい。目の前に GoPro だときっと映ってないと思いますが、鶴発見しました。大きいな。あれ、2枚でしょ。あ、もう1枚。あ、右の方にいた。2枚、2枚いる。あれ、もしかしたら足元にひなってるけど。あ、はい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 。ちっちゃいから見えないけど、綺麗な。おお。すごいな。本当だ。今後ろにいるやつがめっちゃ、ちょっと体型がちっちゃかったような気がする。ああ、そっか。今からあれ、やっぱり足元ひないるんじゃないかな。うん、美味しそう。あのちゃんとひな歩いてるかもしれないよ。こういこうか。はい、落とします。おお、綺麗に撮れたよ。GoPro では見えないと思いますが、あそこにタンチョウがいて、その中で、美味しいもくりさんのおにぎり朝食をいただきました。めちゃくちゃうまい。皆さん、暑いところで生活してる皆さん、すいません。最高です。なんかこの前にですね、鹿が2頭こちらを見ていますね。お、背伸びしてみようの。今そこ、タンチョウが飛んでいました。ちょうど降りました、そこへね。来てたからね、コロ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 って。お、タンチョウの鳴き声ですね。これどうしたん、僕たちちょっと今日、なんかすごいことになってません？あれ？ほんまじゃ、ほんまじゃ。すごいな。今飛んでるの、あれ。綺麗。うん。無事に、なんとか、なんとかというか、大変無事に楽しく。はい。楽しかったね。オーロラ温泉はこちらで受付になります。そして、温泉はちょっと離れたところにあります。こんな言ってた音。あ、これね。あ、こっち男湯って書いてあるわ。うん、本名。はい。え？わかるかな。今オーロラ温泉から出てきました。モール泉ですね。
それもすごいこうぬるぬるの素晴らしい温泉でしたね。大変こういいとこでしたね。前に見えているのが灯籠湖です。これが標茶町の博物館です。今から入りたいと思います。ここは北海道周知館釧路文館本館ということです。基本的にはですね、受刑者、結局刑務所ということですね。標茶の周知館釧路文館から群馬の補充部川上支部っていうふうになって、この地域に馬を育成する、群馬なんですけど、その後それが畜産というようなことに変わっていくっていうことで、大変こう勉強になりました。こっちが川の駅灯籠湖、こっちが灯籠湖エコミュージアムセンターアルコット。今から釧路湿原国立公園に入っていきます。道道1065線北海道道ですね。釧路原野灯籠線です。何の向こうでもお前、鶴の声が鳴き声がごっつい鳴ってるんだ。ここがこったろ展望台だそうです。全然間違っていました。上はやってきましたが、これ今日こんな感じの天気でもすごい綺麗ね。展望台はそこみたいです。私はどこまで行っとったんだよ。これずっと行ってどこまでか分からん、けどすごい今向こうのこうあって、すごい。これが釧路湿原の一番奥の部分やね。これこったろ湿原だったっけ。ここはこったろ、こうこったろ展望所だったっけ。こったろ湿原の展望所かな。こったろ展望所最高でした。本当に良かったです。うわーすごい。今日の夕飯もすごい。さてそれでは今日もお疲れさんでした。楽しかったね。乾杯。だいぶ調子よくやってます。今日は寒風会の話です。適当手当っていうのが出て、ボーナスの前になんか賞与が出る。大丈夫です。はい、ゆっくり5時に起きますか。はい、もう待って。メガネが、はい、次に行きます。どうもお世話になりました。はい、あ、楽しかったな。楽しかったな。はい、はい、この枕よからん。手で持ってくるやつから。